です。夏菜かんです。ご無沙汰してます。めちゃめちゃご無沙汰。あー泣いてる。今ね、あの伊藤さんがそこでうちのベビちゃんをあやしてくれてるんですけれども、私夏菜第一子出産しました。わいやね、超久しぶりにこういうね、なんかこう YouTube というかこうカメラを向けられる、ことをしていてね、なんかすごい緊張してます。なんかふわふわしてる、すごい、いつもより。なんか何話したらいいんだ、これどういう顔すればいいんだっけとか、なんか表情すらちょっと忘れてる感じするんですけど、いや信じらんない。今でもなんか妊娠も期間もあったし、しっかり妊婦さんやってたんですけど、まだ夢の中感っていうんですかね、私からこの子出てきたのっていう感じだし、本当に、まあ、夢のような体験だったし、本当に素晴らしい体験をさせてもらったなっていう感じで、まだまだちょっと私もまあなんか右も左もなんだかよくわからない感じでですけれども、新米ママとして頑張っているところでございます。ということでね、今日は久しぶりに YouTube 撮りたいと思います。なんか言ってることはもうはちゃめちゃだよね。やばいやばい。あーなんかちゃんとしよう、うん、ごめんなさいね、ちょっとなんかオフモードでずっと過ごしてたから久しぶりで、うん、頑張ります。はい、始めるよ。はい、今日ねやっていくのはですね、10の質問っていうのを質問いただいたので、それに答えていこうかなと思います。じゃあ早速やっていこうと思います。まず、出産前にお世話になった食べ物。これねよく言うじゃん、あの甘党になっただの、肉ばっかり食べたくなっただの。私はあのもともとめちゃめちゃおつまみとか、こうしょっぱいもの、塩辛いものとかが好きで、まあ、ビーフジャーキーとかさ、じゃがりことかさ、そういうのが好きだったんですけど、もう妊娠してからはとにかく甘いものが食べたくって、もう1日1生クリームみたいな、もうとにかく生クリームとなんかいちごと、まあ、フルーツとかも食べたくなったし、普段フルーツとか自分でそんな買って食べるタイプじゃないんですけど、もうとにかくキウイなりバナナなり、いつもいつもヨーグルトに蜂蜜にフルーツにとか、ショートケーキとかプリンとか、そういうのをとにかく毎日毎日食べてました。なんでね、体重はね10キロぐらい増えましたね、妊娠期間で。でなんかすっごい食べてるって感じはしないんだけど、自分の感覚的にはね。だけどね、やっぱ太るんだよね、妊娠中って。何なんだろうね、なんかむくむっていうか、すごいどん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 なんかこう血液量が増えてるんだなっていう感じがしました。なんでとにかくお世話になった食べ物といえばもう甘いものです。はい、はい、で次、妊娠中に買ってよかったアイテム。あーよかったアイテム、私ね実はね、妊娠中ね、つわりとか、なんかこう悩まされたこととかっていうのそんなになくって、でつわりも、まあ、もちろんあったんですけど、すごい軽い方だったと思うんですよね。だからまあつわりある中ドラマ撮影もしてましたし、その後、まあなんだろうな、こうレジに並んだりとかすると、こうなんか並んでるプレッシャーで頭真っ白になっちゃったりとかして、なんだろう、わ気持ち悪いみたいなのがあったはあったんだけど、それももう数えるぐらいで。コムちゃん今ね、小麦はね、あのね照明のね下について、もうテニスボール好きでね、あやばい、もうそれちょっと一生うるさいかもしれないです今日ちょっとあの我慢してください。はい、すみません。買ってよかったアイテムだよね。そうだから後半とかも結構運動も週1、2、1時間半から2時間の運動をバリバリトレーナーさんつけてやってたし、なんかね元気だったんですよね、妊娠中。だから買ってよかったアイテムって言ったら、まああの抱き枕あったら楽だよって言われて買ったんですけど、それもほとんど使わずに、妊娠中にお世話になったアイテムだからないですない。うん、あの妊娠前と変わらない生活をしてました、うん、はい。出産当日はどんな気持ちだった。これねちょっと後でゆっくり話すけど、私あの出産するときいろんな分娩方法あると思うんですけど、計画無痛分娩っていう方法を取ったんですけど、
どこが計画無痛やねんみたいなことがちょっと起きてるので、それはちょっと後でゆっくり話したいと思います。はい、で次、出産後の心境。いやー、だからさっきも話したけど、もう出産した瞬間から本当にお腹にいたんだっていうのと、なんかもう本当に私だからね、つわりそんなに感じなかったっていう生活を送ってただけに、お腹は大きくなってるけど本当に赤ちゃんいるのみたいな感じで、ずっと実感が湧かない生活をしてたんですよね。だから生まれた時は本当にいたんだっていうのと、もうでも生まれたらもう可愛くて可愛くって、もう食べちゃいたいくらい可愛くって、もうなんだろうな、本当に目に入れても痛くないとはこういうことかと、あと尊いという言葉の意味を本当に心の底から知りましたね。で、あとそうね、もう生まれてからはもうしばらくアドレナリンみたいなのが出て、もう寝れなかったです。もう寝れなくて寝れなくて、もう、まあ、それもそれでちょっと生活は大変でしたね、寝れないということが、うん、でもそれくらい、あ、こうやって守ってあげたいものができたっていうのは本当に素晴らしいことだなと思いました。うん、出産後困っていること、これも後でちょっともう一回まとめてゆっくり話すんですけど、今困っていることは犬2匹とうちのベビちゃん、日中はね、こうだから4人で生活してるんですよ。4人っていうか2人と2匹で、そうするとね、もうお世話するものがいっぱいありすぎて、もうこっちのうんち終わったらこっちのうんちみたいな感じで、もう常にうんち捨ててんじゃないかみたいな生活が結構目まぐるしくって、もう自分のことやること時間がなくって、じゃあもうやれお出かけやってお出かけだってなっても、もううんちばっか捨ててて本当にメイクする時間ないみたいな、もうとにかく早め行動で、私もギリギリでいつも生きてたから、こうなんだろうな、ゆっくり準備しようとかなかったんですよ、もともと。で、出発する、まあ、20分ぐらい前に起きてババババって準備して出るみたいなのが普通だったんですけど、もう無理、今1時間半ぐらいないと無理ですね。なんでそれが一番大変です。はい、次、ママになって変わったこと。お母さんへの感謝が増えました。これは、まあ、お母さんもだし、お父さんもだけど、はあ、こうやって両親が産んで育ててくれたんだなっていうのは、やっぱ産んでみないと分かんなかったことだなと思いますね。やっぱね、中学生とか高校生の時とか、お母さんにクソババアとか言ったなとか、まあ、今でも言う、たまに言うなとか。なんか結果するとね、そういうこと言ってるなとか、そういうのはやっぱ反省しますよね。まあ、また言うんだろうけど本当になんなら親のありがたみというか、それは実感してるところです。はい、お子さんにはどんな人間になってほしいか、これも生まれて思ったけど、もうなんかこういう職業についてほしいみたいなのもう、まあ、全くなくって、もうとにかく健康で、とにかく朗らかに、とにかく楽しく、もう笑ってる時間が長い人生を送ってほしいなって思います。うん、これも親になって分かったことだな。だからなんかそう思うことによって、なんかきっと、あ、自分のお母さんとお父さんもそういうふうに思ってくれてるんだ、思って育ててくれたんだろうなっていうのが分かって、なんかだからなるだけ自分も笑顔でいようって思うようになりました。あんまり思わなかったんですけど、昔自分の感情の思うままにみたいな感じだったんだけどなるだけ楽しくスマイルにハッピーに生きていきたいなっていうふうに思うようになったっていうことだから、私もそう思って育てたいと思ってる。うん、お子さんが芸能界に入りたいと言ったら、これはね、めちゃめちゃ反対したい。もう反対するよ、多分私はめちゃ反対すると思う。だって本当に大変だし、やっぱさらされることなんだろうな、世にさらされるっていうことは、なんだろうな、プレッシャーの中生きていかなきゃいけないことだし、普通の人が感じなくてもいいぐらいのね、世間の目を浴びなきゃいけない時だってあるかもしれないから、やっぱそういう苦労は負わせたくないなと思うんですけど、でもやりたいって言われたら、もうそれが本当にあなたのやりたいことならってなっちゃうかもな、なるだろうな。もうなんか最初は応援しないと思うけど、だん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 頑張ってってなっていっちゃうんだと思います。なるだけ入んないで、はい、そして今一番やりたいこと、
これね、やっぱね、生まれてから、まあ、生まれる私、1週間前までトレーニングしてたんですよ、普通に。2時間ぐらい。バリバリ重りとか使ったようなトレーニング。まあ、自重もやってましたけど。だから、それがもう、産んでからもう、パツッとなくなっちゃったんで、もう運動全くしてないんですよね。だからもう、とにかく運動がしたい、今。あと、ずっとやりたいって言ってるサーフィンを本当にやりたい。今年一番やりたいことですね、これね。はい、そんな感じかな。これが10の質問ですね。まあそんな感じでね、もうちょっと半年ぐらい、半年近く今お休みいただいて育児に没頭してるという感じなので、まあこれから徐々に復活していく予定でございます。はい。あとなんだ？あとなんかない？仕事は何をやっていきたい？あ、仕事は何をやっていきたい？うおー、産後ね。いや、そう思ったの。それ考えてたんだけど、やっぱりさ、子供できるじゃん。で、子供のお世話あるじゃん。で、日中はさ、今こうやって私しか見る人がとにかくいないわけで、まあお母さん近くに住んでるんだけど、常に預けるっていうわけにもいかないよねと思って。だから本当女優さんとかどうやって仕事してんだろうと思って。だってドラマとか入ったら 2,3 ヶ月とか普通に拘束されて、しかも朝から晩までだったり、それが毎日だったりとかするじゃないですか。だからもうこれってさ、ほんとどうしてんだろうみんな、ほんと聞きたい。いやだから、まあ、ドラマやりたいっていう気持ちもあるし、なんかこう、ね、映像作品出たいなっていう気持ちはがあるんですけど、現実的にすごい考えやっていかないと大変だなと思って、この理想と現実は自分のやりたいだけを優先できなくなるなってちょっと思ってるところです。はい、ということですね、10の質問やっていきました。なんかね、今日ちょっと久しぶりの撮影すぎて、マジでちょっと頭が回ってなくって、もっとなんか喋りたいこととかあったし、もっと妊娠中も産後もいろいろあったんですけど、ちょっと近々はもっとなんかちょっといっぱい話したいこといっぱいあったから、もうちょっと頭をちょっと活性化させてから再チャレンジしたいと思います。こういう感じでね、まあ、ちょっとゆるゆりゆるりと、また YouTube の方も再開していけたらなと思っていますので、皆さんまた見に来てください。今回はおしまい。さよなら。